はい、3分というものはあっちゅう間にね過ぎるんでね、はい、もう一回録画、あ、録画いいかな、はい、あー、これダメだ、送信機のカメラ横向いてる、はい、 OK。 じゃあ、これはね、7分ぐらい飛ぶんで3分3分だと十分いけるんでね、今タイマーリセットしてのいいかな、はい。じゃあ今、ホバリングから全身左右移動が終わったんで、次ですね、はい、行きます、モーター OK、 はい、次の練習行きます。もうね、ホバリングできるようになりましたら、今度斜め移動、同時操作ですね、はい、右前移動、はい、止めます、はい、戻します、左後ろ移動、はい、止めます、はい、今度左前移動、はい、コード気をつけてね、はい、そして右後ろ、この時ね、規則の方もね、気をつけながら操作できるようにね、はい、で今度ちょっと右後ろ、はい、これはね、もう自分に近づかないんでね、はい、まあ、これもね、2メーター以上の距離は保ってください、はい、左前、はい、今度は左後ろ、はい、これでね、ある意味側面練習にもちょっとなりますんでね、はい、はい、右前、はい、気をつけてください、はい、もうこれがねできるようになれば今度次の練習になります、はい、横ホバ練習、側面ですね、横ホバ練習で自分にね近づかないように気をつけて、5メーターを守ってください、あとコードもね2メーターぐらいを守ってください、はい、これをね左右練習します。ただね、ここ対面はまだ早いんでね、左右の横ホバ練習、はい、ここをできるようになったら今度、左右移動、このままね前進ですね、はい、バック、この時もね、近づいたり離れたりしないようにね、なるべく同じラインを、あと、規則もね気をつけて、はい、これを、逆もします、はい、前進、止めて、はい、バック、コードもね気をつけてね、はい、今2分半、はい、残り30秒です、はい、前進ね、でまあ、着陸する時はね、正面向いて、そして下ろします、はい、11秒残しで終わります、はい、これで、2個目、撮影終了になります。